今日もねご近所のね、寒原神社の方に来ています。はい、そしてね、ご本殿のね、ちょうど裏側です、今日もね中でねご祈祷されていまして、ね、はい、まあ神事が執り行われているわけなんですけど、このね裏側ね、本殿の方もちろん正面の拝殿のところも素晴らしいエネルギーあるんですけど、このね僕ねこの裏側が大好きでね、ここのね、大地なんですね。ここの土地のエネルギーが非常にいいです。まあ神社本来はね、そのご神体が例えば山であるとか、その本殿の裏側にね、すごいいいエネルギーの場所があるんですけど、まあ、こちらはねご存知のように、町の真ん中にありますのでね、この裏側というとねビルがいっぱい、そして隣は警察というね、そういうロケーションになるわけなんですけど、ここのね土地のエネルギーが非常にね、なんかね木の状態がよくって、でここでよく僕ね、大地を感じて、そしてねこう吸って吐いての呼吸法をしたりとかしてね楽しんでるわけなんですね。でこちらの方ねずっとねこの、ここね、この辺りにまあいるとね、すごいなんかね、エネルギー非常にね、素晴らしいエネルギーを感じます。はい、まあこの寒原神社ですけど、まあいろんなことありました。まあ指輪がね、まあ有名で、その指輪をね手に入れて、それでネットオークションで売るとかね、まあそういうことをして、そして指輪のねもう需要というかね発売がなくなってしまったり、まあね、いろんなことがあります。そしてご利益求めてね参拝する方たちも非常に多いわけなんですけどもね、本来神社の参拝っていうのは自分自身の中の神に気づくとかね、自分自身をみそいで払って、本来の状態に戻る、ね、お宮さんっていうようにね、女性のお宮さん子宮と同じようにですね、参道を通って参拝して、ね、ここでみそがれ、まあ、浄化されたり、ね、新たなお力をいただくこともあります。自分自身の志とかね相乗することによって、このように生きるとかね、こうするんで神様応援してねみたいな感じでお力をいただくこともあります。はい、そして新たな自分となってね、また参道を通って俗世界へ帰る。そして俗世界においてちゃんと自分自身のなりわいね、まあお仕事とか、まあ別に主婦の方でもそうなんですけど、家族がね健康で幸せで荒れるっていうのはね、現実的なこともしっかりやる、そのね生まれ変わる場でもある、そのね新たな一度この神社に参拝してね、また生まれ変わって新たなエネルギーで現実世界をしっかり生きるっていうね、これが神社になりますのでね、神社の参拝になりますので、その辺りをねしっかりと、自分の中に心の戒めとして持って、参拝されると非常にいいと思います。はい、本当にね、こちらもね、僕も大好きな場所です。はい、そしてここで、まあ、自分自身をもう一度見直してね、しっかり自分に今ちゃんと自分自身がちゃんと全ての全力出し切れてるのかとかね、自分と対話、してみたいと思います。はい、今日もありがたく、参拝させていただいております。はい、ありがたいことでございます。さあ